はい。最後、カーンっていう音になっとるときあるやん。はい。その後、フラッシュ焚いてカーンやったやん。すぐに。うんうんうん。ほんで、またフラッシュ焚いたら瞬間、ドンっていう音、あれ、はい、俺ら聞こえとった、あれ。聞こえてないな。完全に俺らもカーンに意識向けてたから。ここもう一回フラッシュ焚いたときの、ドンっていう音は何？今度。おっと？フラッシュの後に一番最後 のカーンっていう音から見てみで俺らさ、はい、もう入った時点でもうずっと 2,3 体につけられてたんじゃん。もうで、まあ、優勝優勝のところにさ、光とともに違う虫じゃない光がパンパンって映るやん。それは気づいてないな。光に当たってなくても、おー、非公開にしますか？どうなんやろうなと思ってな。すごいぞ。飛行機の音だとかボーンと落としとったやん。あはいはいはい。なんか自動販売機から向こうからすぐに一気に音がして、あれ飛行機の音ってもうねえぞまた。なんかの、うん、なんか飛行機みたいな音がうるさいみたいなことを俺、うん、動画で言ってて。そう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 、あれ飛行機飛んでねえし。だよね、でもなんか。自動販売機取っちゃったっつって言っとったやん。そっから入った瞬間に、ゴーって音がし始めた。おー、つまり？飛行機だったら立ち去るやん、もう、消えて。ああ、はいはいはい。だけどずーっとその音がしとるやん。ちょっと待ってください。今っていう音、まず自動販売機から超えたらすぐに音がするわ。ボーンっていう。ああこれ、これは、あでも動いてないもんな。俺らの足音じゃないか。あのカーンのところ。はい。だけどフラッシュ開いて、フラッシュ開いた瞬間にボンって音したやん。そう、なんかドンってなんか一回石畳を足踏みしたような。うん、それもやべえって。それ聞いとると何回でも聞いとったんそこ。はい。フラッシュとともにやって、あの缶もフラッシュ焚いた瞬間缶やったやん。はい。で2回目もう一回取ろうって感じでフラッシュ焚いてもすぐにドーン入っとるで。うんうん、完全警告だよ。俺ら入っちゃいけねえとこまで入ったかもしれねえぞ。うん、あのもうあのあそこ自動販売機取っちゃったからな、変な音して、その中にもお経かなんかが聞こえるんだって。え、それ前半ですか？ずっと。違う、あの自動販売機取ったって、それは。そう、自動販売機写真撮っちゃったって一番最初にやっとるやん。なかなかあれだな、こう思うとすごい動画になってるんですな。いやー、舐めた動画やった、それたち。別にあのあなたがあれだって言うなら非公開にしますよ。また隠しますよ。さてどうしたものか。どうしようかな。これを多分良くなくねえかな。まあみんな霊感が強いやつが見とればありがたいんだけどな。そっか、こんなにひどいんか。ちょっとやべえなと思ってさ、俺見てたけど。ああ、そんなあれなのか。うん、今回はちょっと俺悩むな。了解っす。音の入ったところ全部消しといた方がいいかもしれない。最後の缶とかボンはまだいいと思う。まあそれは本編の方で、あれだ、うん、そのでさあどうしよう。これ本当悩む。これやっちゃ出しちゃいけねえかもしれんなと思った。今本当にマジでガチ。おお、うん、どうします。入っちゃいけねえところ、多分すげえ来るぞなこれ。多分
消して一回。はい。ごめんね。はい。他の人に見せるとかそういうこともしない？大丈夫？今もうすぐ隠しちゃって。うん、もうポンって消しといて。こんなちょっと一回消して。はい、非公開にしました。大丈夫です、うん、これで。大丈夫？はい。よかった。多分これでいいと思う、俺。もうボーンっていう音とドーンが一番やべえな。まだカンはよ、警告でいいんやけど、ドーンはちょっとここの音がちょっとすごい気になって、あと最後お経が聞こえるんだって、すげえ何も聞こえてないんだよな。あ、俺ヘッドホンしてすげえ目いっぱい音立てて聞いとるんだ。わお、耳痛ぞ、メモだってこれ1回10分ぐらい、あ、5分ぐらいかな、はい、普通標準で見るやん、はい、同じとこ今度一番遅いやつで見とる。ああ、手すりんとこもあれ、俺が触った手すりんとこも買おうかなと思ったけど違ってたし、だけどずっと俺のそばには必ず子供なんだろうな、子供の7、8歳の子かな。ああ、女性なんだろうね、これまだ30前後、30後半ぐらい、前後中間かな。あなたがこの間なんていうの、車通ってる時に見た、あれわかんないな、多分そうだと思う。子供を亡くしてそのまま自分も自殺したって感じの子やったかな。重いあ、うん、それが撮れた、多分それみんなが見えたんこれやと思うわ。ん、街灯の方の影の話。そう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 、あ、一番下にあった、お店屋さんか、映した時点でももう映ってるからさ。わお、うん、窓のところにマジか、マジだ、これはちょっと重い、決して正解かもしんねえぞ。なるほどね、うん、あー、そっか、電気真っ暗にして見とるでな、俺はい、隣の電気ついてるガラスの越しに黒い影がピッて動くてな、多分これみんな気づいとると思う、見とるやつら。ああ、うん、これ決して正解かもしれないな、今回動画やべえかもしれんな、カットしたやつでも。え、本編の方本編の方のドンは入っとったっけ。入ってますよ。気づかなかった。あれ？あれで。うん、いや別にそんな、はい。いや、あの場所でカットする理由ないから、あのカーンの後すぐに。だよな。あれ、カットしたかな？気づかなかったけど今回えっていう音して、あれ俺カット版聞いてねえぞそんな音だった。謎だな。謎だね。俺ら。時点で気づけばよかったんけど、ああ俺耳障りって言ってるやん、ずっと。うん、ほんと耳障りっていうのはあれやったんかもしれん、俺その耳障りとか後ろが気になるとは言ってたんだけど、そうだからもうずーっと俺たちずーっと 2体か3体につけられてたんだよ、そばにおられたんだよ。はあ、うん、要は今までも別に俺らの後をついてくるなんていうののはいっぱいいたじゃないですか。うんうんうん、今回距離がないなかったで、俺の目の前には何もなくて後ろばっかりな気があるんだ。あ、本当にすぐ背後をなんか一緒に移動してるような。そう、うん、今回は近いぐらいだわ、下手すりゃ電気を映っとるとこ、あそこのガダっつってもガの影でもないやつが映っとるで、そしてあと光が虫のように見えたんやけどさ、ゆっくり見ると虫じゃねえんだよな、動いてねえんだよ飛んでねえんだよ8時ですごいなあ、ここすごいなあ、絶対深夜行きたくねえな止めといてよく正解かもしれん、よかった俺見といて早く。ああ。